何話しますか？何でもいいよ。どうでもいい話がいいね。どうでもいい話がいいの？うん。本当に？うん、あんまだってそんな真面目な話してもね。あ、そうだね。全然関係ない。本当になんていうか、日常的にな。でも多分俺らの日常そんな面白くないでしょ？そうなんだよ。うん、そこなんだよね。うん、物作って終わりだからね、練習したりね。そうだね、うん、実際ね、うん、俺さ、バグパイプの映像撮るってことがあんまないのね。ないよね、うん、まあないよ。ないと思うんだけど。あんまりないでしょ、うん。どう撮られたいとかあんの？どう撮られたい？どう撮ってくれたら、うん、奏者としては嬉しい。そうだね、うん。まあ多分かっこよく撮ってくれたら嬉しいんだろうとは思うんだけど。うん、いやもちろんね、そうなんだけど。こういうとこが入ってたら嬉しいとか、こういうとこが見せ場なんですよ。うん、とか。で、多分その、うん、ね、そのよっぽど好きじゃない人とか、あ、そうね、分かりにくいと思うんだよね。うん、そうそう、うん、その動きも少ないしね。うん、まあね、うん、なんかそのもちろんあのかっこいいっていうのは いうのはまあもちろんあるんだけど、なんていうかそのなんだろうな、あの割と普通のあんまりそういうさ、こう音楽通みたいな人とかじゃなくて、うん、あのもう本当にある意味キャッチーだと思うんだよね。すごいなんかインパクトあるじゃん、バグパイプって。そうだね。からなんかその普段音楽聴かないような人でも、うん、何それみたいな、その割ともっと身近に感じてもらいたいなみたいなところもあるし、うん、そのまあ私レッスンとかもしてるから、あ、自分もできるんじゃないかなみたいに思ってほしいって実際思ってるし、うん、なんかこうとにかくその日本でやっぱりね、みんななんとなく知ってるんだけど、やっぱ全然普及してないものだから、うん、もうちょっとなんていうか、あの知ってほしい、今の段階がまだ知ってほしいにある、うんうん、もうなんかそういう活動を結構もう十何年まあやってるんだけど、うん、あの未だにその段階にいる感じかな、うん。逆にそのどういうとこが魅力だと思う、初めてやる人に。初めてやるってなんかね、バグパイプ なんでこれを見てやろうと思ったの？え、あ、自分が。そう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 、なんでというか、どこにかっこいいと思う、どこの部分、うん、バグパイプっていうもののどの部分に、うん、を見て、あ、俺やれる、俺やれると思ったか、俺やりたいって思ったか。そうだよね、っていうとこだと思うよ。なんか私もライブハウスでね、あの吹いてる人がいるの、まあ、日本人でね、吹いてる人がいて、うん、あそこめっちゃかっこいいと思って、あのでもその人だけだったら多分私始めてなくて、あのためのバンドマンの子が、その先輩の子が大好きで、うん、そいつも真似して始めたの、うんうん、バグパイプを、うん、超下手くそだったんだけど、うん、そいつがやってるのを見て私もできると思ってね。ああ、そういうとこだ。そうそうそう、うん、だ多分その先輩だけがやってたら、あ、なんかすごいなで終わってたんだけど、うん、その割と身近な人が、うん、なんかめちゃくちゃでも始めてくれたことで、あ、いけるかもしんないってなんか、まあ、思ったんだよね。多分いけるかもって思わなかったら多分 いけてないと思う、本当に、うんうんうん、だからそういう私もほら言ってもまあ、女だし、うん、あのね、そんなに背もめちゃくちゃでかいわけでも、体格もめちゃくちゃいいわけでもないけど、まあ、手はでかいけど、うん、いやもう手、まあ、正直手でかいし、足、まあ、足関係ないけど足でかいし、うん、まあ、女にしてはあの恵まれた体をいただいてるんだけど、うん、まあ、でもスコットランドだったら子供だって吹いてるわけだし、まあね、うんうん、なんかそういうなんていうかな、まあ、日本人のね、うん、女でも別にやってるっていうので、もしかしたらなんていうかな、誰にでもできる可能性は全然、やりたい
思ってくれさせればね。まあね、それでも入り口がね、うん、その狭いっていうか、うん、どうしたらいいか分からないっていう部分も多分たくさんあると思う。そうなの。で、なんか今日やったのもそうなんだけど、うん、結局あの日本語の資料があんまないのよ。ああ、そうなんだ。うん。で、まあ日本にも、まあ、まあまあ教えてくれとかちょいちょいありはするんだけど、うん、その、まあ、特に日本人がやるってなった時に英語っていう壁がまずある、うん、けど、うん、あのまあ、それも含めてだよね。それも含めてあの、まあ、伝統楽器だから、うんうん、なんかでもただそこになんていうか英語だから無理っていうんじゃなくて、まあ、いくらでもなんていうのやりたいっていう気持ちがあったら多分英語全然できない人でもやってる人いるし、うんうん、私の話まとまりがないまあでもそのなんかやりたかったらできないことではないよ、うん、全然できないことではない。その多分、うん、あのまあ、自分次第だろうけど、うん、多分教えてくれる人はたくさんいるんだと思うし、うん、その資料も多分やる気になれば、そうそので今 YouTube とかたくさんあるからこういう動画もたくさん見れると思うし、うん、その、まあ、もっと身近にやりたいってなれば、うん、多分もっと身近にあるもんだから。そう今はね、うん、なんかほら私が始めた頃なんか、まあ、インターネットやっとみたいな時期だったから、うんうんうん、そんなにだったけど今はいくらでも調べられるしね、うんうん、でやってやれないことはないっていうか、うん、珍しい楽器ではあるけど、うん、っていうふうに思ったね。うん、そうそうそう、そうね、ま、なんていうの、言ってもほら、ま、どんな楽器でも一緒じゃん結局極めようと思ったら。まあ何事もね、うん、何でもそうだけど本当に、うん、なんか本当にやろうと思ったらね、その大変さに多分差はなくて、うん、うん、だからそういうもうそういう普通の普通のもの、うん、手に入りにくいとかはちょっとあるけどね、うん、輸入しなきゃいけないから、まあ、でもまあでも今の世の中ではそんななんていうか絶対無理なことでは全然ない、なくなってると思う、うんうん、まあでもね、あなたの活動で、うん、そのかっこいいっていうところをたくさん見し、うん、で いかないと。あ、私がね、そう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 だと思いますよ。そうだね、うん、いや実際かっこ悪いわけじゃないし、うん、とかじゃないないんだけど、うん、だからそういう ね、ビタミンパンチあるし、でもパンチだけじゃ、ね、ダメだと思うし、うん、もちろんね、だからその、ね、うん、あ、その先輩見て始めたっていうのもあるし、うん、それがそういう存在になったら俺はとても嬉しいなと思うし、そうなりたいとは思う。なんかこう、うんうん、やっぱ初めて見た時の衝撃ってすごくて、うん、結構あの、ね、ライブで初めて見たとかいう声も聞くんだけど、うん、やっぱ最初に見た時の衝撃っていうのがすごい楽器だから、うんうん、なんかそうだね、そのなんていうの、初めて見るバグパイプがあの私であったらすごく嬉しいなと、うんうんうん、でその時になんていうの、本当にいいものを見せれるように、うん、うんって思ってる、うん、応援してます今日結構真面目な話ね、うんうん、まあ MV とかもあるしね、たくさんね、うん、そういうのね、うんうん、まあね、なんかこういろんなことを発信していけたらなと思ってますけど。